PK を見ないみたいな話とか聞いたことあるんですけど、あれ本当なんですか？見ないね。ナビスコンピューター。え、見ないっていうのはどこにいるの？ロッカー。ロッカーの前。え？見えないとこに移動するって聞きましたね。で、スタッフ勝ちました、負けましたみたいな。それでなんかオシムさんが見ると負けるらしいんです、本当に。あ、今までのキャリアの中でずっと見て負けたら多分数が多かった。そう、なんか俺もそれずっと気になってたから聞いたのね。そしたらオーストリアのリーグかな、どっかのチームで監督やってた時に、当時そのリーグが引き分けになったら PK で必ず勝敗を決めるっていう。で、引き分けの試合 PK でほぼ負けて勝ち点はほぼゼロだったらしいの。その思い出があるから、もう PK は運だみたいな、大嫌いらしい。大嫌いだからもう見ない。すごいね、やっぱりこだわりが。